ねえ先生、少しお時間いただいてもよろしくて。嬉しいですわ、先生にお話を聞かせていただきたくって。私ね、先生に興味津々ですのよ。だってあなたって不思議な雰囲気をまとっていらっしゃるから、初めてあなたに会った時から気になって仕方なかったんですの。それがどんな雰囲気かと聞かれると言葉にするのは難しいのですけど、例えるなら海のような。先生、海ってご覧になったことあって？広くて深くて底が見えないですわよね。水面は静かでも中は深いんですの。お魚がたくさん泳いでいるけれど、外から見ても全然見えなくて、でも釣り糸を垂らすと引っかかるから見えなくても確かにいるんですのよ。え、お魚の？ううん、違いましたわ。先生が海みたいってお話でしたわね。いつもは静かですけど、嵐になるとお船もひっくり返すくらい暴れるでしょ。そんなところもいつも物静かなのに、いざとなると強いあなたに似ていますわね。でもお兄様は少し不安みたいで、素性の知れぬ若造がなんておっしゃるのです。あ、お兄様に悪気はないんですのよ。お仕事にとっても真面目な人なんですな。だから年齢もわからないようなあなたを不安に思うのも当然のこと。そうでしょ。ところで先生って結局おいくつですの？ま、ご自分の年齢をご存じないの？本当に面白い方ですのね、あなたって。どれだけ見ても私にはわかりませんけれど、まさか生徒たちよりも若いなんてことも？え、私？私は、そうですわね、生徒の皆さんと同じくらいですわよ。そんなことあるはずありませんのよ。だって本当にそうですもの。そうそう、だから私もね、本当は学校に入りたいんですのよ。でもお兄様が許してくださらないの。お兄様の心配性には少し迷惑していて。あ、いけない、お忙しい先生をあんまりお引き止めできませんわよね。またお話ししましょうね。それではごきげんよう。先生、久しぶりに少しお話をさせていただいても？あのね、私先生に助けていただいて、先生の学級にも入れていただいたでしょ。それ以来たくさんのことを学んで、だいぶ大人になったと思いますの。私がここまで大人になれたのは先生のおかげと言ってもいいほど。だから改めてお礼を申し上げたくって。ま、先生は私がまだ子供っぽいとでもおっしゃいますの？お友達がたくさんできて、いろんなことを教えてもらいましたのよ。今では一人で町へお買い物にも行けますし、あ、値切ることだってできますわ。値切るってご存知？安くお買い物ができるようお店の方と交渉するんですの。子供にはちょっとない知恵ですわよね。え、私？前に申し上げたと思いますわよ。何度も年齢を聞くなんて失礼じゃなくって？そう？年齢といえばあなたこそあやふやなままではありませんこと？ええ、もう年齢なんかにこだわるのはやめにしましょう。ええ、そうしましょう。それよりあなたのことでまた一つ気づきましたのよ。あなたって不思議な雰囲気があるって申し上げたことがあったでしょ。その時は
ただの海に例えましたけど、今は昔見た海みたいって思いますの。私ね、小さい頃はお母様によく海に連れて行ってもらったんですのよ。お母様は釣りが上手で、それで私ね、お魚が好きになったんですの。え、お魚の、ううん、違いましたわね。先生が昔見た海みたいってお話ですわ。相変わらず底の知れない深さは感じているのですけれど、なぜかしら、あなたといると懐かしいような気持ちにもなりますのよ。遠い昔どこかで会ったような。いえ、それはないと思いますわよ。だから不思議なんですの。あ、もしかしたら遠い親戚だったりするのかしら。それもない気がしますけれど。だって私の親戚なら、でもレア様のなさってきたことを考えると案外その可能性も。あ、いえ、何でもありませんのよ。こちらの話ですの。とにかくあなたのことは他人のような気がしませんの。他の仲間よりもさらに親しくなれたら私嬉しいと思っていますのよ。あ、先生、ごきげんよう。ちょうど先生のことを考えていましたので私驚いてしまいましたわ。あ、いえ、その先生のことが分からなくって。最初に出会った時からあなたは不思議な雰囲気の人だと思っていましたけれど、今ではもう確信しておりますの。あなたが特別な存在なんだって。だってそうでしょ。あなたは失われたはずの紋章を宿し、天帝の剣を自在に操ることができる。そして5年前のある日、あなたは髪の色も瞳の色も変わってしまわれました。お兄様や私と同じような色に。わからないんですな、お兄様は何も話してくれないから。その後あなたは皆さんを見事に導いてここまで戦い抜いてきました。今ではお仲間の誰しもがあなたを慕い、あなたの力を信じていますの。そんな真似をできる人が他にいて、あなた一体何者でいらっしゃるの。やっぱりお分かりになりませんのね。けれど私に似た髪の色になったということは、あなたが特別な存在である証だって。この際正直に申し上げますけど、私もね、皆さんとは違いますの。以前悪い人たちが私の血を狙った事件がありましたでしょ。あなたほど特別ではないとはいえ、私の血も希少ですのよ。つまり私とあなたはお互いに希少な者同士、しかも何らかの絆で結ばれていることは間違いないと思っておりますのよ。ですから私、あなたのそばであなたを見守っていくつもりですの。あなたは絶対に守らなければならない。そう思わずにいられないんですもの。もう先生ったら、かっこいいことおっしゃって。では私たちが力を合わせれば向かうところ敵なしですわよね。つまりどういうことですの。こんなところに呼び出してそんな冗談をおっしゃるなんて。だってそうでしょ。先生の中にシンソ・ソティスがいらっしゃって、先生がソティスの力を継いだですって。そんなの変ですわ。
それならお聞きしますけれど、先生は男性と女性のどちら？どう見ても男性ですわよね。ソティスは女神様ですのよ。男性である先生が実は女神様だなんて、そんな、いえ、そういうこともあるかもしれないけれど、でも違うんですの？力を継いだというのはソティスと同化したということでしょう？ああ、もうわかりませんわ、私には。これは指輪ですわね、女性ものの。なんでそんなものを先生が？やっぱり先生は。え？あ、思い出しましたわ。結婚したい相手には指輪を贈るという習わしがありましたわよね。ではつまりそういうことですの？私と先生が結婚？それはつまり私を一人の女性として先生が好きになったと？私、そういうのは初めてで、いえ、当たり前ですけど、驚いてしまって、その私で構いませんの？私、あなたとは何かの絆で結ばれていると思っていましたけれど、こういう形で結ばれるなんて、いえ、どこかで分かっていたのかしら。念のために聞きますけれど、先生は女神様ではないのですわよね。ごめんなさい。この指輪、慎んでお受けしますわ。海のように広い心で私を包んで守ってくださいね。